はい、こんにちは、吉田です。大変ご無沙汰しております。もう1ヶ月ぐらい、山屋さんの動画を、前編を上げて、その後ちょっと更新できなくなってっていう感じで、なのでもう1ヶ月ぐらい経っちゃいましたね。本当に申し訳ございませんでした。お待たせしました。夏の間ちょっとドタバタしてまして、ずっと撮影してたんですけど、仕事なのでね、ちょっとお見せできない部分が多いんですけど、結構ですね、考えつつ撮るようなのが結構、続いてまして、なんだかんだちょっと結構時間を取ってしまって、なかなか更新もできないというような感じでした。で、夏の間ね、フィルター買ったって話してたじゃないですか。本当あれ使って、本当は撮影行きたかったんですけど、夏の間にも、本当は。ちょっとね、緊急事態宣言とか、オリンピックとか、あったっていうのもちょっとあるにはあるんですけど、何よりね、ちょっと仕事が、キリがつかなくて、ちょっとなんていうかね、自分は、やっぱ気持ち的になんか、やんなきゃいけないこととかがあったりすると、で、仕事で撮影しなきゃとか、画像処理しなきゃとかがあったりすると、割とそれが引っかかっちゃう感じで、で、画像処理だけになってれば、ある程度方向性決まってるんでいいんですけど、撮影がまだだったりとかすると、ちょっと撮影、そっちが気になっちゃうんですよね。なので、あんまり自分の写真が撮れないっていう、そういう感じになってて、ちょっとあんまり撮影にもこの夏は行けずっていうようなところで、ちょっとね、過ごしてました。だから本当に仕事ばっかりですね。で、だからそういうちょっとある程度まとまった感じの撮影が、一応終わったので、これからですね、ちょっとその間別のね、こととか結構お待たせしてたりもするんですけど、そのお待たせしてるのは、このチャンネルをお待ちいただいてる皆さんもそうなんですけど、そうやってちょっとですね、滞ってたやつをまたちょっと進めたいなと思っております。で、結構ね、夏の間に結構いろいろあってたじゃないですか。今年は何よりオリンピックもあったし、オリンピックがあったってことはね、カメラもある程度影響を受けるわけで、実際なんですか、ニコンは Z9 のリーク画像が出てきたり、リーク画像というかオリンピックの会場であれ Z9 じゃないかっていうような感じのカメラが撮られたりで、キヤノンさんは、この間 EOS R3 を正式発表されたりで、富士フイルムも GFX100S の動画を上げきって、本当に2ヶ月で、50S の2代目。なんというかあれですよね。あれは本当に GFX100S のボディに 50S の機能を詰めたというか、ソフトとかセンサーを 50S で、それ以外のなんていうかファームウェア制御系とかを 100S にしたような感じの、ね、カメラが出てきてましたけど、それもね、ちょっと一回スペック整理したいなとか、これから先そういう意味では中盤どうなってくんだろうかなっていうようなところもなんかね、考えたいなって思ってますし、そんなお話もね、できたらいいなと思ってるんですけど、そんな感じでね、ものすごくニュースとしては見てたものの、なかなか自分がね、見る以上のキャッチアップができない状況にあったので、はい。ちょっとこれでちょっとですね、落ち着いて、いろいろやっていきたいなと思います。で、そうですね、この1ヶ月の間に、やっぱり撮れてなかった、カメラネタはね、ちょっとなんというか、そのタイミングっていうのもあるんで、その発表された後とか、発売された後っていうところに関して言うと、本当に雑感っていう感じにはなりますけど、
うん、それ以外にもね、ちょっとあの画像とか写真とか、そういう方向性で、アート的な方面もそうなんですけど、あのテクノロジーとか、その画像の使われ方とか使い方みたいなところもなんか考えてみると面白いかなっていうのを実を言うとちょっと最近思ってまして、そういうようなところも、うん、ちょっとコンテンツにしていきたいかなと思ってます。はい、そういう感じでですね、ちょっとこれから、はい、動画をまたですね作っていこうかなと思ってます。で、できる限りまた春先ぐらいの、まあ、1日おきぐらいのペースで、お話はしたいなと思ってます。っていうのも、まあ、割とあの何ていうかですね、これから先の方向性とか、まあ、ある程度考えていくためにはっていうところで、まあ、そのこれからね、来年に向けてのまあ、考えるべきこととか、そういう部分ですねを、まあ、今のタイミングで一回整理しておきたいなっていうのもあるので、自分として、でそれのためにまたちょっと動画を撮っていこうと思っています。はい、で、まあ、あの山屋さんの動画の前に、まあ、ちょっと取材系とかも増やしたいっていうお話をしたと思います。で、ちょっとインタビュー的なのもまたちょっと考えてはいます。カメラ屋さんかどうかは、まあ、その時のお楽しみというところで、はい、で、うん、というかね、あの写真っていう枠を実は取っ払っていいんじゃないかっていうことを思い始めていて、何を言ってるんだっていう感じですけど、まあ、なんというかデジタルイメージングの世界ってもうすごく、だから実はもう今自由なんですよね。すごくその自由なことに対して自由にというか、柔軟にアプローチしようと思うと、実は写真っていう枠は一回取っ払ってもいいんじゃないかっていう、もちろん写真がダメとかそういうことではないし、写真がつまらないってことでもないんですけど、その写真っていう枠を取っ払ったことによって、カメラと写真の使われ方っていうのが、まあ、ある部分見えてくるんじゃないのかなっていうような気が最近しています。はい、だから、まあ、なんというか、うん、それってもう写真じゃなくて絵だっていう話を言われるかもしれないんですけど、それでいいと個人的には思っていて、だって極端な言い方すれば、写真だって意図してカメラ向けてるんだから、その人の絵じゃないですかっていうようなところで、でだからある意味ではその手法の違いですよね。その絵を、まあ、光景を切り取るっていう話をやっぱりするのが写真っていうところはあって、まあ、だからありのままを切り取れるのが写真だろうっていうような言い方をされることがあると思うんですけど、でもライティングができる時点でありのままってなんだって話はあるわけですよ。だからそういう、なんていうか、実はその一瞬を切り取るがために、その一瞬を作り込める時点で、うん、ありのままを撮ってるって言えるのかっていう部分は、あのこれよくある話ですよね、写真とはみたいな話になった時に。だから、まあ、なんていうか、もうだから写真とはみたいな話じゃなくて、写真っていうのを取っ払って、あの一枚の絵でいいじゃないかとか、一枚の画像データと一つの画像データとして考えた時にとか、動画はその連続だって考えた時にとかやったら、なんか、まあ、あのいろいろ使いようは実はあるよねっていう話ですよ、っていうようなことをやっぱしたいなっていうふうにちょっと実は思ってまして、うん、あのそんな感じでなんかですね、考えていきたいなと思っています。だからこういう話は多分これから、あのいろんな動画で多分出てくるとは思います。はい、だなんというかね、今そういう意味では定義を変えるタイミングですよね、自由に。うん、やっぱりその2020年2021年になって、うん、まあ、あの日本っていうねところで考えれば、オリンピックも終わってある意味一区切りついてるんで、なんかこれからね、いろいろそういう意味では次に向けてとか、
なんか違うアプローチとかいろいろやれるようになるんじゃないかなとか、やれるようになりたいなっていうのも込めてありますよねというような、そんなことをですね、まあぼんやり仕事の写真を撮りつつ考えてました。はい、というわけでですね、またよろしくお付き合いいただけますと幸いです。はい、大変お待たせしまして申し訳ございませんでした。今日はねちょっと簡単ですけど、はい、まあ再開しますとか復活しますとか言いながらまた間が空いてたりとかするのが最近だったので、これからちょっと本当にねちょっと少しペースは戻せるように、ちょっとまた動画のストックは作れる時間ができそうなので、少しずつストックを作ってですね、できるだけ定期更新ができるようにして、皆さんと、いろいろ考えてみたいなと思ってる次第です。はい、というわけで今日のところはねこれぐらいでちょっと失礼しようかなと思うんですけれども、また引き続きですねよろしくお願いします。はい、それではどうもありがとうございました。失礼します。